そんなこと言っております。お、今めっちゃ避けた、偶然だけど。すげえ。おおおおお、やるのよ、おおおおおお、何度も。はい、ユーロです。では追加でやっていきましょう。ゴールデンウィーク、皆様は充実したゴールデンウィーク遅れましたか？はい、ズートピアをね、見た方もたくさんいるんじゃないかと思います。まあ、このズートピアはですね、いや、ズートピアの解説するのかよ、いきなりズートピアかい。ズートピアはですね、あれ？どこ行くんだ？ディズニーで、アメリカではアナ雪をしのぐ、興行成績を上げているという、その映画なんですが、結構良かったです。私も見に行きましたが、うん、まあ、世の中にある偏見をね、まあ、取り除くことの大切さとか、そういうことを描いているんですが、まあ、肉食動物と草食動物、まあ、見た目で判断すると肉食動物の方が怖くて、襲われるんじゃないかとか危険なんじゃないかと言われていますが、まあ、実際、まあ、ネタバラシするならば、実は草食動物の羊さんが、まあ、黒幕だったみたいな、まあ、そういう話なんですが、で、主人公のウサギは女性で、まあ、男女差別みたいなのも経験するんですよ。あ、こっちじゃなかった。こっち行ったわ。経験してね。で、相棒がね、肉食の狐なんですよ。で、狐が、こう結構騙すことを、まあ、狐は騙すじゃないですか、人を。だから、こう、ネガティブなイメージを、があるわけですよ。で、最初、ウサギも偏見を持ってるわけです。肉食だし、騙すし、みたいな。そういうネガティブのイメージを持ってたんですが、だんだんその、キツネのことを知るうちに、もうそのキツネがいなくてはならない存在になる。そうなった時に偏見っていうのが知らずいつの間にかなくなっていて、むしろ必要と、いや戻ってきただけかい。この間なんか解説というか、戻ってきただけかい。はい。で、まあ、なくてはならない存在になっていたと。で、二人で、問題を解決して、まあ、最後、まあ、犯人を捕まえて、まあ、終わりなんですけどね。いや、良かったですよ。その映画を通じて何が言いたいかっていうのを、まあ、人によってもうちょっと深読みされる方がいらっしゃるかもしれませんが、まあ、何が言いたいかっていうのが結構わかりやすく、でですね、まあ、見応えがある。まあ、アメリカらしいというか、このまあ資本主義の世界をうまく乗り切る、うまく乗り切るというか、まあ、何が、そうですね、うまく乗り切るために必要なのかっていうことが、まあ、端的に結構記されていて面白かったですね。まあ、あとね、まあ、ちはやふるの下の句とかね、アイアムアヒーローとかね、まあ、結構邦画もいいんじゃないかと、結構評判ですよね。はい、まあ、私は見に行ってませんが、はい、そんなこんなでこのゴンドラに乗ればいいということが分かった。こっちか。すいませんね、今喋ってる間全く進んでないということになって、ダメですね、この喋余計なことを喋ると全然先に進まないという、これは悪い展開です。これに、あ、違う違う。あそこにしがみつくんだ。よし。ね。どうなんでしょうね。その、ディズニーも、ああいうこう、アナ雪みたいな、子供も楽しめる。あ、始まったわ。グリムのイベント。こいつは罠。とりあえずつこう。グリム。あ。ライフルゼロかい。あ、ヒアだヒアだ。よしよしよし。よし。
あ、意外に少ない。よし。ね、ディズニーも、ああいう、アナ雪のようにこう、子供たちも楽しめて分かりやすいものもあれば、まあもちろん、ズートピア子供たちも楽しめるんですが、まあでも、そういう大人が考えさせられるテーマとかもあって、よかったですよ。うん。ぜひ、見に行ってない方は、おすすめしたい映画の一つですね。で、歌がね、思わず口ずさみたくなる。最初に歌ってた、おおおおお、やるのよ、おおおおお、何度も、みたいな。これやるのよって今、殺すやると、ね、ゲームとちょっと、歌が、シンクロしたっていう。そんなこと言っとります。お、今めっちゃ避けた。偶然だけど、すげえ。今スーッとしゃがんだ。これ基本的に接近戦にならなければ、まあ、余裕なんですがね。こんな遠くにいる限りでは絶対やられることはない。こういう時はここを爆発。あれか、あれを爆発だ。あ、ミスった。意外とリアクション薄かったな、今。ねえ。まあ、ゴールデンウィークもね、休みはあるんですが、まあ、どこに行っても人が多いですから、まあ、どうなんでしょうね。まあ、その時に行かなくても的な、こともあるんですが。あ、やられた。何が死なないだよ。死んどるかな。死んどるがな、死んどるがな。あ、今タイミングを見せた。至近距離で、至近距離で矢を撃つ。はい、至近距離で矢を撃つのか。よし、やっぱりこのね、弓矢が好き。弓矢が大好き。近距離で当てたら絶対死ぬとね。あいつも、あいつだけかと思ったら。よし。めっちゃ撃ってくるやん。めっちゃ、あ、ここ行ったらダメなんだ。もうでも余裕じゃないかな。ここに来てようやくドラム缶を爆破すれば攻撃範囲が広がるということを今さら覚えている。今日この頃。なんだよこれというね。まあ大体そうなんですよね、いつも。もう終盤になってようやくわかるみたいな、システム的に。もうあいつだけだったらね、向かってもいいな、こっち。向かおう。どうやって向かうんだこれ。やべ、向こうにこれどうやって渡るんだろう。こっちかな。お、やった、ライフル取った。ライフルで、やべやべ。あとあいつだけだからな。ゴールデンウィークにいちいちね、行かない方も多いんじゃないでしょうかね。まあ、だからといって、他の日に行けるかというと、なかなかそうはいかないのが辛い。何苦戦してるんだよって感じだが。やべやべ。お、自爆した、すげえ。あ、ここはあれだな。キアだな。あ、これ結構、あれじゃないか。ひっきりなしに来るパターンじゃないか、これ。なんかそんな気がしてきた。そんな気がする、今日この頃。
ああ、殴られた。親にも殴られたことないのに。そうか。そういえば、近接スタン覚えたんだった。よし。よし。お、結構めっちゃ来るじゃん。何これ。ああ、ばっかり、ああ、ばっかり。何この。なら、こう。いじめる感じ。集団リンチ。ただの集団リンチ。これ、キリがないのかな？行った方がいいのかな？向こうに。どうなんだろうな。ああ、まだいる。これ、キリがないかも。それとも第2波なのかな。まあ、むしろ来てくれた方がありがたいんじゃないか。まあ、ダラも結構エグいことしてるけど。あ！何やってんだよ、もう。あとね、ゴールデンウィーク、まあ、行けなかったんですよね。USJ に行きたいなと。思ってるんですよね。USJ 楽しそうですよね。特になんだっけ、あれなんだっけ、ど忘れした。なんかアトラクション、あ、そうそうそう、ハリーポッター。ハリーポッターはなんか良さげ。ディズニーランドも大概このなんていうか、普段のね、日常のなんていうか、現実から離れてね、夢の世界に行けるじゃないですか。絶対ね、ハリーポッターもね、いいと思うんですよ。特に、ハリーポッターシリーズを見てる人にとっては、結構な、現実逃避感出るんじゃないかなと、思ってるんですが、まずそこまで行くのが大変。うん、そこまで行くのに、ゴールデンウィークを利用しないといけない。ね。皆さんの中で行った方おられますかね。まあ、関西圏の人とかね、もう、多分、電車とかで、行けたり。あそこ、駐車場とかどうなってるのかな。車でもまあ行けるんだろうけど。ね。絶対楽しいですよ。うん。激しめ。戦闘激しめ。こっちでいいのかな。お、意外と届かなかった。お、今全然気づかなかった。火炎瓶的なもの。第2波。絶対こう第2波が来ると思う。いい感じのところに来たな、今。あ、ミスった。よし。接近戦なら任せなさい。なんか嫌な感じ？うん。なんか嫌な感じ？めっちゃ撃ってくるやん。よしよし。あ、終わったか。よしよし。終わった。武器を捨てろ！仲間を殺すぞ！いや、これあいつだけ狙えそうなんだけどな。やめて！
お、すげえ、勇敢。マジか。めっちゃ勇敢じゃん。グリム。いや、これは悲しいな。うん。ソラリの拠点に入る道を探せ。ソラリの拠点。あれ、これどこに行ったらいいんだろう。あっちか。ソラリの拠点に入る道。まあ、とりあえず戻って、考えよう。戻ろうか。とりあえず、あ、でも、滑車が止まってる。こういうことはもうこっちに行くしかないってことか。これでも、ロープ引っ掛けるのかな？じゃない。ここは、あ、危ねえ危ねえ、今ボタン間違えた。これに、ん？どうなんだろう。これ、ひょっとして向こうから下に降りれるとか。そういう安易な考え方。あー、でもこれちょっと高えな。絶対死ぬわ。一応ちょっとセーブしとこう。ああ、違う違う。よし。ああ、ね、ゴールデンウィークも終わって、またあれですね。ひたすら、ひたすら、あ、登れた。ひたすらあれですね。仕事に学校に行くわけですよ。うん。結構進めるんだな。まあ割とだから進みながら多分行く感じだったんだろうな。はい、切ってください。あぶね。お、誰だ。敵は仕留めたぞ。安心して登れ。安心して登れ。誰だ？お。ロス。ロス。どうした？まあなんだかんだ言ってロスは役立つな。グリムが人質に取られて、私が武器を捨てようとしたら敵と一緒に谷底に。あの野郎。頑固にも程がある。ごめんなさい。いや、謝らなくていい。うん、ダラさんのせいじゃないよ。無事に島を出たら手厚くともらって。あいつはグラスゴー出身だから。いや、わからんけど、その理由が。お城に近づいてみる。また援護してくれる。ロスが見守ってくれてるんだ。めっちゃいる。城の壁までライフルの射程範囲内だ。了解。了解。こちらは救助ヘリ N888RC 救難信号を受け、貨物船トリニティ号から接近中。こちらエンジュランス号のコンタクトロス。ここでまた悶着しないといけないのか。もうすぐ救助のヘリが来るぞ。ロホネ、合図を送る準備をして。サムたちは私が助けに行く。いや待て、俺が。さっきのパイロットとは違う。みんなを巻き込んだのは私だから、私が助ける。勇敢だ。それでこそ男の中の男。はい、何もできません。はい、じゃあここで一旦終わります。まあちょっと戦闘だけの動画になったかもしれませんが、まあこんなもんでしょう。では、次回の動画、みんなを助けるサムだったかな。サム、ソラリの拠点に入る道を探す、やっていきたいと思います。では以上です。現場からは以上です。バイバイ。